声かけたのよ。お兄ちゃん私の方が好きなんだ。そうだよね、私なんかの隣聞こえてんのよ。はい、はい、はい、ちょっと無理だっつうの、ちょっと入んないよフレーム。パノラマにすれば大丈夫でしょ。パノラマにすれば最高。もうちょっとなんか食べちゃうかな。すいません。おい、早く。だって卒業式ってお腹すくんだもん。いいんじゃない。そうよね、卒業式なんだから今日は特別よ。何しようかな。あ、もうちょっとなんとかしないとな。俺大丈夫よ、年頃になればちゃんと大丈夫。大丈夫だって、大学生になったらダイエットして絶対ほっそりなるから。もう食べ過ぎだよ。よく食べたわよね。美味しかったけどね。食べることは人生の喜びとか言ってなかったっけ。うん、誰だっけ言ったの。お母さん。私じゃないわよ。うわあ、雪だ。本当だ、変だな。本当、三月なのにどうしたのかしら。お母さんこれ持ってて。うわ、私雪って大好き。いつまで経っても子供みたいだな。大根、風邪ひくわよ。大丈夫。雪は天使のプレゼントだ。空から白い天使が舞い降りてきて、綺麗なものも醜いものも真っ白に包んで見えなくしてくれる。このみっともない体も見えなくなればいいのに。私はこの日を一生忘れない。天使の顔をした悪魔に私は出会った。この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。親戚？妙子と同い年よ、倉田由紀乃さん。お父さんの遠い親戚でね、お母さんが去年亡くなっちゃって一人ぼっちになっちゃったの。お父さんは？お父さんは小さい頃事故で亡くなっちゃって、お父さんほっとけないからうちから大学に出してあげようって。コートぐらい脱ぎなす。妙子どうしたの？だってかわいそうなんだもん。私同い年で一人ぼっちなんでしょ。私も雪乃さんだったら寂しくて生きていけない。あー素敵。うわーインテリアも素敵なものばっかり。私こういうお家に住むの夢だったんです。いらっしゃい。紹介はもういいな。おかげになって。妙子なんで泣いてんの。雪乃さん
私歓迎します。私の部屋一緒に使おう。そんな居候なのに悪いわ。いいのよ、この家は全部自分の家だと思って好きなように使って。そうそう、遠慮なんかしちゃダメだよ。私のもの何でも使っていいからね。ベッドも勉強机も洋服って言っても洋服はちょっと無理かこんなことだったらもうちょっと安とおくんだったな。もうちょっとでもうちょっとじゃないだろう。また言ったのお父さん。あ、ごめんごめんごめん。もう用だデブじゃないもん。夢って本当に叶うのね。あ、私ずっと欲しかったんです、こんな風に温かい家族が。ずっと欲しかったんです。あ、私こう見えてもお掃除とか洗濯とか結構好きなんですよ。お世話になるんですから遠慮なくコキ使ってくださいこちらこそよろしく、ゆきのさん。よろしく。使わせてもらいました。ゆきのちゃんすごいわね、今まで全部家事やってたの。いやいやいや、おはよう。はい、おじさま、おはようございます。長官です。ありがとうほら、もう朝飯でしたか。はい、寝坊助のおじさまの分もちゃんとできてますよよいしょ。あ、そうだ、私洗濯してきますね。ゆきのちゃんやめて、そんなことしなくていいのよ。大丈夫ですから。太鼓、俺も少し体動かせ。大丈夫？うわわわわ、おじさま、太鼓さんこんなに汗かいてるじゃないですか。もう運動して喉乾いてるでしょ。違うの、あのね、私何にもしなくてもね、いつもこうやってじっとしてるだけでも汗かいちゃうの。そんなことだったら飲むな。いいじゃないね、おじさまだって寝坊したくせに。そうだよね。あ、そうだ、牛乳ですね、ごめんなさい。お母さんは亡くなったばかりなのに、きっと一生懸命明るく振る舞ってるんだ。私もできるだけ優しくしてあげよう。できるだけ優しく。ああ、忘れちゃった。おはよう。おはようございますわ。誰のおかげで大学合格できたと思ってんの。おはようございます。こんな私が無事城北女子大学に合格できたのも海君、あ、いや海先生のおかげです。まあ合格したのはタイちゃんの実力だけどね。ううん、勉強教えてくれてありがとうね。そうだ、ほい、卒業祝い開けてもいい？そんぐらい派手なのしろよ、どうせ目立つんだから。誰？あ、紹介するね、親戚のゆきのちゃん。はじめまして、ゆきのです。どうも。嘘、本当大ちゃんの親戚？信じられないぐらい可愛いでしょ。4年間ここに500回になるんです。田舎者ですけどよろしく。え、こちらこそ。太鼓さん手伝うね。うん、あ、ちょ、あ、ごめんなさい。あ、え、太鼓さんになったの？ちょ、私のじゃない。いってきます。太鼓さん遅刻しちゃう。早く早く。雪の、ちょっと待って。おはようございます。おはよう。大吾さんの好きな人分かっちゃった。え、もう気持ち伝えた？
何言ってんのよ。まだなんだ。私応援するから任せといて。雪乃葉さん。なんだよ応援って。あ、なんでもない。雪乃葉いいな。私もせめて人並みのスタイルだったら、雪乃葉みたいになれたら。雪乃葉は女子大生になって、毎日すごいスピードで綺麗になっていった。明るくて素直で可愛い雪乃葉はみんなに愛された。優しいお父さんとお母さんがいて、雪乃葉がいて、こんな日がずっと続けばいいと思っていた。あ、そう。こいつさ、子供の頃隣に引っ越してきた時からずっとおデブちゃんでさ、コロコロしてて人懐っこくて、でもなんか顔見てると楽しくなんだよね。カイさんもやっぱりそう思います？タエコさんってぽっちゃりしてて可愛いですよね。でもまあ一回ぐらい痩せたとこ見てみたいけどね。うわ失礼。そういうことって傷つくんだよね。全然平気。いつかこのスカーフをしてちゃんとカイ君に好きだって言おう。やっぱり派手だよねこれ。妙子さん、チャンス。何が？女の子が本気でダイエットしたくなるのって好きな男の子の一言だったりするのよね。そうなの？そうなの。このスカーフだってね、もうちょっと痩せたら絶対似合うって。頑張って。そうかな。よし、頑張る。はい、一枚。そんな日は来なかった。頑張れ。3年経っても私は1キロも痩せなかった。おめでとう。おめでとう。うわ、すごいね、ゆきの。ゆきのちゃんは卒業したら就職するんだろ？はい、そのつもりなんですけど、四大の女子は門が狭くてね。たやこさんは？ん？私？私はまだ何も考えてないけど、もし私が雪乃だったら就職なんかしないでモデルの仕事を続けて、そのうち玉残しとかす。そんなに甘くないって。モデルなんてさ、私より綺麗な人ばっかりだし、就職したくっても大きい会社は無理みたい。もう書類で跳ねられちゃって。どうして？両親がいないからかな。ひどい。そんなの変。いっそのことおじさまの法律事務所で雇ってもらっちゃおうかな。うちみたいな地味なとこ来ても将来のお婿さん見つかんないぞ。いいですよ、昼も夜もおじさまと一緒にいられるなら。そうしちゃおうかな。ゆきのちゃん、飲みすぎじゃない？今日は特別です。このワインおいしいですね。おじさま、今日もパソコン教えてくださいね。うん、いいよ。あなた、ゆきのちゃんのことなんだけど。しょうがない子だよ。飲みすぎて酔いつぶれちゃったよ。卒業したらお部屋探してもらいましょうね。うん、そうだな。ゆきのちゃんだって一人暮らししたいかもしれないし。うん、時期見てあなたから言ってくださいね。うん。
ですよ。妙子さんとおば様は一緒に買い物に行きました。うん、もう銃がちょっとどいてください。はいはいはい。やってらんないわ。あれ、今日は買い物あの子じゃないの？あの子？うん、あゆきのちゃん。うん、今日はお留守番なんですって。そうだよね。だっていくら居候だって働かれすぎじゃないの？まるで家政婦みたいだったあんた愚痴殺してたよ。はい。はい、マイダーリー。はい、どうも。やだ。あのおばさん、何勘違いしてるのかな。あの、私はただいつもお買い物大変ねって言われたからはいって答えただけなんですよ。そう。はい。ゆきらちゃん、これ呼びたかった。ありがとうございます。あのおしゃべりおばさんの言うこといちいち本気するなよ。あなた、ゆきらちゃんに甘すぎるわ。え、どういう意味だよ。してるぞ。あの子はね、妙子と同い年なんだから。そんな娘みたいな女の子と一体何があるってんだよ。あなた、あの子がうちに来てから妙子よりずっとあの子の方を気にかけてるじゃないですか。それはね、人様の娘さんを預かってるから。じゃあこれ何なの。うん、ゆきのちゃんの髪留めでしょ。それがなぜあんなところに残ってんの。何バカバカしい、わけのわかんないこと言ってるんだ。あなた、大きな仕事が入ってるし、しばらく事務所に寝泊まりする。いい機会だし、その間お前も頭冷やせ。お母さん、おかわり。お父さんがいなくなってお母さんは無口になった。会話の途切れがちな食事、冷たい空気。どうしてこんなことになっちゃったんだろう。あれ、出かけるの。うん、友達に誘われちゃったの。偉大のパーティーだって。あんまり気が進まないんだけど。そうだね、妙子さんも一緒に行かない。ああ、私はいい。おじさま帰ってこないね。妙子さん落ち込んでるみたいだから、賑やかなところどうかなと思ったんだけど、行かないんなら私もやめようかな。よし、行こっか。パッと本当。じゃあ急いで支度しなきゃ、遅れちゃ。どれがいいかな。これなんかどうかな。ちょっと派手だよ。けれどもんな。ねえ、これどうしてずっとしないの。あ、それはしまったままでもったいないよ。この服襟元寂しいんだよね。ちょっと合わせてみていい。うわ、この服にぴったり。あ、お願い、今日だけ貸して。一回だけお願い。ユキノは私と歩いてて恥ずかしくない。え、どうして。
私は慣れてるからいいんだけどさ。妙子さん、もっと自分に自信持った方がいいよ。身長だって高いんだし、もうちょっと痩せたらモデルとかなれちゃうよ。やだ、それって嫌み。どうしてそういうこと言うの。本当にそう思ってるんだよ。ありがとう。行こう。あ、ねえねえ、書いてもらおうよ。私はいいよ。そう、じゃあお願いします。お願いします。私じゃなくてこっちの可愛い子の方。今空から落っこしてきた天使みてえだな。え、あまり急いで空に飛んでくなよ。何言ってるんですか。お前さ、きっとみんなを幸せにできるよ。はい。すいません、通れない。すげえだよ。失礼ね。やっぱり来るんじゃなかったな。君、私ですか。口紅はみ出してるぞ。ひじり先生、珍しいですね、いらしてたんですか。うん。お知り合いですか。まさか、そんな変わった趣味ないよ。感じ悪い人だな。やばい。そんな、ダメですダメ。もうユキナはモデル仲間でも清純派なんだから、そんなエッチな話はダメよ、ね、うわ、あの子まだいるよ。あそこまでデブるのは犯罪だよな。違うよ、親の責任だよ。ちょっとこっち来るわよ。ユキナ、私先に帰るね。へえ、まだいいじゃない。そう、ユキの知り合いだったの。友達よ。マジか。そうなの。サエコさん、ちょっと待って。ユキノちゃん、ユキノちゃんって優しいんだね。友達に失礼なこと言ってごめん。来い。
乃ちゃん。こんなに遅くまで残業ですか？化粧品会社って大変ですね。まあね。ゆきのちゃんはこんなおしゃれしてデート？やだ、違います。妙子さんと一緒に医大のパーティーに行ったんです。でも会場ではぐれちゃって。はぐれた？あいつどんな人混みの中でも目立つやつなのに。怒って帰っちゃったのかな。え？私がいけないんです。妙子さんのこと傷つけちゃって。バカだなあいつ。医大のパーティーなんて似合わないとこ行くからだよ。あ、違う の、 あの私が無理やり誘っちゃって。ゆきのちゃん、そんなに自分責めない方がいいよ。でもおじさんおばさんに気使って大社にまで気兼ねしてたら疲れちゃうよ。私本当に妙子さんのことが好きだから。大変だよな。可愛いとかブスとかさ、それが人生最大のテーマって感じだもんね。友達同士でもそうやって気回したり落ち込んだり。カイさんって彼女いるんですか？いないよ。なんで？だってすっごくよく女の子の気持ち分かってるの。本当にいないのかな。ゆきの？いません、そんな人は。お、タイちゃん、どうしたの？暗いとこ突ったって。タエコさん、どこ行ってたの？心配したのよ。ごめんね、先に帰っちゃって。落ち込むんだったら偉大のパーティーなんか行くなって。そうだよね。タイちゃんもこっちおいでよ。私はいいよ。遠慮すんなよ、隣同士なの一回も来たことないじゃん。だから私はいいんだってば。あ、そうそう、これうちの会社の試供品渡そうと思ってたんだ。私なんかがそんなの使ったって。タイちゃんファンデーション人よりいっぱい使うだろ、面積でかいから。もう本当にデリカシーないんだから。そうそう、そうやって笑ってりゃ可愛いんだから。うるさい。あれない。どうした？どうしよう、あのスカーフなくしちゃった。え、ごめんなさい、どっかで落としちゃったみたい。そんな。スカーフって？妙子さんが怒るの無理ないわ。カイさんが妙子さんにプレゼントした大事なスカーフなの、一度もしてなかったから私が借りて。なんだあれ、いいよあんなの、どうせ妙ちゃん気に入らなかったんだろ。気にすることないよ。いやでもなくしちゃったもん、しょうがないもんな。いいよね。ねえ、膨れてないでなんとか言いなよ。ゆきのちゃん困ってるじゃん。やっぱ可愛い子って得だよね。あ？カイ君もあの医大生たちと同じだよ。何が？私とゆきのちゃんギャップありすぎるもんね。ねえ、どうしちゃったの？私が悪いの。今日もパーティーの時ずっと一緒にいてあげられなくてごめんね。タイちゃん、今すげえブスになってるぞ。いじけるんだったらちょっとは痩せろって。何
妙子。雪乃ちゃん。妙子さん、私のこと嫌いになっちゃった？私がバカなだけなんだよ。もういい。よかった、許してくれるんだ。ゆきのちゃん、おばさま、妙子さんって本当に優しいですね。あなた、今日はこっちに帰ってきてくれますよね？ああ、もちろんだよ。娘の誕生日忘れるわけないだろう。もうプレゼントもね、買ってあるし。妙子のことで相談があるんです。ああ、なんだ？待ってますから。雪乃遅くなるかもしれないって、うん、お父さんは本当に帰ってくるって？うん、もうプレゼントも買ったって。だけど遅いわね。先に始めちゃおうか。ううん、待ってる。そう、あ、これカイ君からのプレゼント。え、誘ったんだけどね、仕事が忙しいって。なんだ、そういうことか。もうお母さん余計なことしなくていいのに。カイ君迷惑そうだったでしょ。ううん、そんなことなかったわ。来たがってたんだけど、本当に残業断れないって。早く開けてみて。お誕生日おめでとう。食いすぎるなよ。カイ君らしい。え？私なんかただのデブのお隣さんだもんね。妙子、どうしてそんなこと言うの？だって母さん思うんだけどね、誰か好きな人ができて、その人に本当に振り向いてほしかったら自分のこと好きになんなきゃね。自分のいいところ見つけて一生懸命そこを好きになってあげるの。そしたらきっと輝くわ。宝石の原石みたいに。そんなの無理だよ。いいとこなんかないもん。あるのはこの肉ばっかり。そこじゃないわよ。ここ。ここ？うん、ここよ。一番大切なところでしょ。妙子、もっと自信持って。妙子はきっとみんなを幸せにできる。お前さ、きっとみんなを幸せにできるよ。お母さん、あの絵描いた人知ってる？わけないよね。どうして？もう恥ずかしいから外してよ、あの絵。お母さん、あの絵好きよ。妙子の一番いいところが描かれてる。あ、もしもし。はい、塚本法律事務所です。あの、塚本もそちら出ましたでしょうか？あら、おばさま。あなた、そこで何してるの？ああ、おじさまと話したくて来ちゃったんです。塚本を出してください。
ああ、ちょっと今手離せないですね。それちょっとどういうこと？もしもし、もしもし、ゆうちゃん、どっから？もしも、おばさま怒っちゃったみたい。切れちゃった。あ、急ぐか。太鼓のやつ話すかすと、すぐ怒るからね。あ、ちょっと、すっかり忘れてた。今日太鼓さんの誕生日でしたね。そう。ねえ、おじさま。ん？おばさまも太鼓さんもびっくりするでしょうね。私が親戚の子じゃなくって赤の他人の子だって知ったら。ずっと黙っててくれたし。ゆきねちゃん、君はそのできる限りの償いをするつもりか。じゃあ今夜私とずっと一緒にいて。そんな困った顔初めて見ちゃった。あんまり急いで帰ろうとするからちょっとやきもち焼いただけ。行きましょう。お父さんの携帯に電話してみようか。やめなさい。ただいま。帰ってきた。もうお父さん遅いよ。いや、遅れてごめん。ただいま。ユキの星だったんだ。うん、おめでとう。ありがとう。太鼓さんお誕生日おめでとう。おじさまと一緒にプレゼント選んでたら遅くなっちゃった。早く開けてみて。うん、おじさま、うん、わあ、ワンピースだ。おじさま、やっぱりこれにしてよかったですね。ああ、そうだな。僕がいつどう変わったって言うんだ。あなた、私は太鼓に言えない秘密があるんじゃないんですか。いい感じないか。いい加減ってどういうこと。うるさい。おじさま、また事務所戻っちゃったんですか。このうち出てってちょうだい。いやよ。あなた怖い。おばさま、最近鏡見たことありますか。すっごいしわ。それじゃ本当におじさまに相手にされなくなりますよ。私絶対出てかないわ。このうちもおじさまも好きなの、欲しくなっちゃったの。私に譲ってくれませんか。気をつけて。え？あの子何かおかしいわ。お母さんこれからお父さんの田舎に行って倉田幸乃のこといろいろ調べてこようかと思って。
調べるって何を？親戚とか役所とか。妙子しっかりするのよ。妙子お母さんにとって最高の娘よ。お母さん、まもなく一番線また電話するから。されたんだ。何言い出すんだよ。事故なんかじゃない、自殺なんかじゃない。あの日お母さん雪乃のこと調べるって言って、あの子が殺したんだ。大ちゃん疲れてんだよ。どうして信じてくれないの？あの子のせいでお母さん死んだ。あの子のせいで。大ちゆきのちゃん、大ちゃんのことを頼むね。ご愁傷様でした。それに座らないで。おばさま、いつもここに座ってたわね。イタリア製のこのソファ、私一目見た時から欲しくてたまらなかったの。何言ってるの？ねえ、妙子さんの一番欲しいものって何？そっか、妙子さんは何でも持ってるもんね。だから私に何でも貸してくれたんだ。あなたが破いてゴミ置き場に捨てたスカーフのこと、最初から返すつもりなんかなかったんでしょ？そうよ、私借りたもの返すの嫌いなの。それに返したって
妙子さんが惨めなだけじゃない。あのスカーフ私の方がずっと似合ってたでしょ。この素敵な家も妙子さんより私の方がずっと似合ってると思わない。おじさまだって妙子さんより私を可愛がってくれてるし、もし妙子さんがいなくなってくれたら私のものになるのよな。それどういうこと？だって欲しくなっちゃったんだもん。欲しいって一体何よ。全部よ。妙子さんが持ってるもの全部私にくれない？ユキナ、なんか違う人みたい。変わっちゃった。どうしてそんな風になっちゃったの？私全然変わってないわよ。嘘よ。私4年間ずっとあなたのこと見てた。ユキナはそんなんじゃなかった。妙子さんってそんなに私のことよく知ってるんだ。この家に最初に来た時思ったわ。なんでみんなこんなにお人よしで私に優しくしてくれるのかなって。だから私も気になれようとして一生懸命いい子のふりしちゃった。でもね、いい子にしてても追い出されちゃうって分かったの。22歳の誕生日のあの夜。え、おばさまが悪いのよ。自分の家だと思ってなんて最初は言ってたくせに急に出てたなんてひどい。私ここに最初に来た時から決めてたの。ここは私の場所だって。こんなに居心地のいい家ないもん。9年間ずっと居心地よかったし、もし出て行けって言われたら、その時は追い出されるぐらいなら追い出してやるって。いや、まさか死んじゃうなんて思わなかったけど、おばさんのお気の毒ね。やっぱりあなたが殺したんだ。ちょ、殺す？やだ、物騒なこと言わないで。事故でしょ。自殺とか言ってる人もいるけど。違う、事故じゃない、自殺なんかじゃない。あなたがやったんだ。お母さん返してよ。怒るとすごい顔。でもどうしてそんなこと言うのかな。妙子さん、私のこと陥れたいの？そんなに私のこと憎んでた？そっか、やっぱりそうなんだ。私、妙子さんが欲しいものずっと知ってたよ。小さくて可愛い顔とブクブク太ってない体だよね。欲しくて欲しくてたまらないって顔に書いてあったもん。だったら少しは努力すればいいのに。努力も我慢もしないでデブルだけでぶっちゃって、自分をコントロールできないからそんなになっちゃったくせに。何そのいじけた顔。私デブ大嫌い。もう一緒にいるとデブ映りそうなんだもん。もういじけた中身まで映っちゃいそうで、もうイライラすんの。だからなんだっていうの。お母さんを殺しておいて何がそんなにおかしいの。それは濡れ衣よ。妙子さんの妄想。嘘、言ってやる。あんたがやったんだってみんなに言ってやる。どうぞ。誰も信じないと思うけど、あなたの言うことなんて誰が信じるの。醜いあなたが私を憎んでおかしくなっちゃったんだってみんなそう思うに決まってるわ。
違うわそんなこと。もう褒められないでよ。一緒に並んでるといつもみんなの視線があなたと私を比べて笑ってた。なんで自分はこんななんだろうって、もう醜い自分が嫌になったでしょ。私みたいになれたらっていつも思ってたでしょ。ねえ、私のこと死ぬほど羨ましかったでしょ。ねえ、私を見るたびに醜い自分を恨んでた。そうなんでしょ。そうやって傷ついてる自分が嫌でたまんなくて、また食べることに逃げてどん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 醜くなっちゃって、ますます醜い自分と私が憎くてたまらなくなった。そうだよね。ねえ、私がおばさま殺したなんて本気でそう思ってるの？逆恨みするほど妬んでたの？知らんない。そこまで心が歪んじゃうなんてね。ほらね、ずっと私を憎んでたんだ。やっぱりね。醜い人ってね、心まで醜いのよ。生きてるの？生きてるよ。あなたは誰？君に会うのは二度目だな。あの時のひどい化粧より今日の方がまだマシだな。あのパーティーの、どうしてあんなことしたんだ？あまりに重たくてこっちまで電車に巻き込まれるとこだったよ。助けてくれたんだ。どうして助けたりなんかしたの？どうして死なせてくれなかったの？私なんて
生きてたってしょうがない。この体、この心、消えちゃえばよかったのに。じゃあその命を僕にくれないか。いらない命なら作り変えてみたいんだ。何言ってるの。どうせ死ぬつもりなら君の人生を僕にくれないかと言っているんだ。僕が君の運命を作り変えてやる。君は美しくなれる。そうですか。おじさまのところにも連絡ないんですか。私、太子さんの帰りを待ちます。じゃあ。なんだ妙子さん、家出しちゃったのか。広いな。はい、もう一枚。はい、頑張って。はい、はい、じゃあ最後行きましょう。はい、お疲れ様でした。あ、お疲れ。ねえ、ゆきの、まだあの一軒家に一人で住んでんの。うん。やるとか怖くない。怖いより、掃除が大変でさ、売っちゃおうかな。何を。家。はあ、そうだ、売っちゃおうと。ゆきのちゃん、決まったよ CM。 え、こちら代理店の原さん。小田です、よろしくお願いします。私はこの日を一生忘れない。天使の顔をした悪魔に私は出会った。あの子には気をつけて。え、私絶対出てかないわ。僕にくれないかと言っているんだ。君は美しくなれる。心療内科。ここは天明大学病院心療内科。
ヘジリ先生は心理学の教授でセラピストです。私は心の病気なんかじゃない。私が知ってるのはあなたがヘジリ先生の今度の研究テーマの題材ということだけです。研究って？おしゃべりしてるとトレーニングクリアできなくなるわ。ヘジリ先生のスケジュール通りに進めておかないと。お水ください。水はヘジリ先生から止められています。自分の姿を見てみろ。見たくない。だろうな。22年間好き放題自分を甘やかしてきた結果だ。綺麗にしてくれるなんて嘘ばっかり。私前よりずっと醜いじゃない。もう嫌だ。こんなとこに閉じ込められて辛い思いして、何一ついいことなんかない。もう嫌。返してよ。ずっとそうやって逃げてきたのか。ダイエットに失敗するたびに痩せたってそう人生変わらないと言い訳して、自分を甘やかして豚のように食って負け犬のように逃げてきた。君が醜いのはその太った体じゃない、そのいじけた気持ちだ。自分の無様な姿見てみろ。しっかり見るんだ。君はずっとそうやって目を背けてきた。ずっとそうやって逃げてきたんだ。だらしない体にぶったるんだ弱い心、それが鏡の中のお前だ。好きにしろ。元の腐った人生に戻るんだな。俺はまっすぐ前を見ないような人間は大嫌いだ。本気で生まれ変わる気がないんだったら出て、自分に魔法をかけられるのは自分だけなんだぞ。運命を変えたいと思った。ずっとずっとこんな自分が嫌いだった。私に気がつかなかった。私があの醜い妙子だなんて思いもしなかった。私は生まれ変わった。これから全てが変わる。全てが輝く。奇跡を起こすんだ。